Oh yo, Minasan, c'est Kenjo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Division pour continuer mon aventure. Donc voilà, donc là je suis là dans ce gentil poste. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai comme mission à faire? Alors normalement, je vais faire cette quête. Donc je pense que je vais faire ça. ニューヨーク警察学校の本館で第一波のエージェントのトランスポンダーから信号が発信されてる。SHDテックの信号を確認した際は調べることにしている。エージェントがまだ生きていればなおいい。もちろんエージェントが死んでいる可能性は高い。だがエージェントのテックがなぜそこにあり、そのエージェントはどうなったのか、それがわかればどこで計画が狂ったのかがわかるはず。 Ok, je vais passer vers là-bas. Tsuchi, JTF no Musan Tsushin o Boujou Shimasu. Shouju niyori kongeki o uketeru. Shouju yo. Yakidatsu ni nerawarete teru. JTF, otoshite. Otoshite. Shingo tracking chu. Bunsekyo. Zahyo wa ako upload shimasu. Je vais répondre à l'appel. Allez, c'est parti. LOL しました。すごいぞ。刑務所に連れません。今後巡回中の刑事の皆様、
学校の本館で第一波のエージェントのトランスポンダーから信号が発信されてる。 SHD テックの信号を確認した際は調べることにしている。エージェントがまだ生きていればなおいい。もちろんエージェントが死んでいる可能性は高い。だがエージェントのテックがなぜそこにあり、そのエージェントはどうなったのか、それが分かればどこで計画が狂ったのかが分かるはず。OK, allez, on va jusqu'à là-bas. Ah, ça change plus tard, ça. J'ai l'air d'avoir cette mission-là. Ouais, soyarro! Kiiten no ka? Tsugi ni JTF!この10倍いいことが返ってくるよ。信号は学校の中からだ。第一波のエージェントの ID で SHD テックから今も発信され続けている。接近中。始末。行方不明のエージェントを探せ。だが注意しろ、これは明らかに罠だ。
ここで終わりだ。 LMD の名は
注意しろ、エージェント。近くにエコーがある。
再生可能なエコーがあります。で、協力するチャンスをやったのに、お前は俺を垂れ込むつもりだったと。お願いだ、こんなことはやめてくれ。お前はおかしい、イカれてる。銃を持つ相手に口答えするのか。お前の方がイカれてるよ。俺は果てしなく正気だ。切るなよ、今片付けるから。すぐ終わる。この映像、ディビジョンのエージェントが離反して殺し合ってる。まさかこんなことありえない。とにかく仕事に集中しよう。エコーを作るのに使われた SHD テックはハッキングされてたようだ。エージェントの正体が読み取れない。近くにセキュリティ室があれば特定できるかもしれない。監視カメラ映像が残されていてアップロードできればだ。注意、セキュリティデータのアーカイブをダウンロード中。Chant que ça pue.油断するな、誰かいる。ダウンロード完了、アップロード開始。第一波のエージェントが近くにいるはずなんだが、呼びかけに応答しない。嫌な予感がする。用意はいいか。今だ。攻撃を許可する。行け。Headshot, the fucker. I do steer you. What?Voilà. Qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule ? Allez, marche ! はっきりしたのは悪いことだけ。
エージェント同士が対立し任務を放棄した。そんなのありえない。クソ。今後はより慎重に動かないと。この件で連中の注意を引いたかもしれない。オッケー。通信アンテナのところに来たが、ライカ直さなきゃならんものにキリがない。信じられないものを見つけたぞ。こいつは俺よりヘビーだ。ミスターローズ、エージェントに映像を見せて判断してもらえばいいのでは。でも確かに衝撃的だわ。しているエコービーコンを検出。Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc on se dit au prochain épisode dans deux jours. Donc voilà, c'était Gacho. Bye bye.